この星でずっと暮らしていくために環境に優しく安全で尽きることのない次世代の暮らしを支えるクリーンエネルギー、それこそが水素です。水から生まれ水に帰る水素、 CO2 を発生させず尽きることのない究極のクリーンエネルギー。それでは未来の水素エネルギー社会を見に行ってみましょう。未来の街では乗り物や電気を作るエネルギーが水素に置き換わっています。いろいろな場所で使うことのできる水素は身近なエネルギーとして活躍しています。クリーンでパワフルな水素のエネルギーは暮らしをもっと豊かに便利にし、持続可能な社会の原動力になります。では水素はどのように作られ、暮らしにエネルギーを届けるのでしょうか。太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーや未利用の天然資源から生成された水素は海外から日本へ海を渡ってやってきます。運ばれた水素は水素発電所のエネルギーとして利用、クリーンな電気を街へ届けます。さまざまな産業用のエネルギーや原料としても活躍し、 CO2 は一切発生しません。郊外では自然エネルギーで作られた水素を地域の水素発電所や水素ステーションなどで利用します。さらにパイプラインのない場所にも LP ガスのネットワークを活用し、水素カートリッジを配送、さまざまな形で暮らしにエネルギーをお届けします。宇宙にも行けるパワフルでクリーンなエネルギー、水素。世の中に必要なものは必ず当たり前になっていく。ずっと暮らせる豊かな世界を実現するために、私たちは水素の可能性を追求していきます。住みよい地球が岩谷の願いです。